宇治市。宇治市は、日本の近畿地方中部、京都府の南部に所在するし、京都盆地の東南部に位置し、京都市や大津市と隣接する。京都市に次いで、京都府内で2番目の人口を要する都市である。ユネスコ世界遺産ともなっている、平等院、宇治上神社等の文化財や宇治茶等の特産品で、知られる。 西側に非常に大きな小倉池があったが、豊臣秀吉により、干宅地となり、現在は農地と住宅地と商工業地になっている。京都市への通勤率は29.1%、平成22年国勢調査。1960年代前半から、京阪神の住宅都市として、脚光を浴び、市内各地で宅地造成が相次いで行われた。 これに伴い著しい人口増加が始まり、1979年8月には15万人を、1998年9月には19万人を、超えた。市が策定し2011年から実施している第5次総合計画では、第1次総合計画から盛り込まれている、緑豊かな住みたい、住んで良かった都市という都市像を引き続き基本理念と、しつつ、国全体で、 減少傾向と予測される人口動向に対応し、市外化地域を拡大しない他大幅な人口増加を前提としない、計画終了年度の二十一年における設定人口は十八万人余りなど、情勢に即した計画が策定されている。平成二十二年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、零零点一パーセント増の十八万九千六百九人で、 あり、増減率は、二26市町村中5位、36行政区域中9位。現在の宇治市となるべく合併した地方自治体は、いずれも小規模な町村であったため早くから合併の機運があった。後に、合併の中心となる、久世郡宇治町は1922年、大正11年、同郡大久保村との合併決議及び、 不知事への上申書提出を可決した。一方、大久保村でも同様の決議が行われたが、村内で反対集会が行われるなど意見がまとまらず、その機会を得なかった。1930年、昭和5年には、不知事の指紋をもとに、癖軍が宇治町と牧島村合併を計画したが、これも実現しなかった。一方、宇治軍に属していた山品町や、 第五村が1931年、昭和6年に、京都市へ編入される際、同郡宇治村、後の東宇治町も京都市への編入を脱進でたが、実現しなかった。なお、同郡笠取村は、京都市への合併を希望していたが実現しなかったため、軍事輸送のために建設された道路で直結していた、宇治村と1942年、昭和17年に合併し、東宇治町となった。 第二次世界大戦後、地方自治体の権限の拡大に伴い教育や警察などの財政負担がより大きくなったため、合併へ向けての機運の盛り上がりのほか、その研究が様々な立場から行われた。九百四十九年、昭和二十四年、府会議員全員を委員とする調査委員会により出された試案は、牧島村、小倉村、大久保村及び東宇治町が、 宇治町を中心とする枠組み中で合併するというものであり、この案をもって合併へ向けて動き出した。なお、合併協議の中では、鈴木郡宇治田原村、田原村、いずれも現在の宇治田原町や癖郡与淀町、現在の京都市及淀郡佐山村、小牧村、現在の熊山町、または癖郡寺田村、久津川村、富野正村、 いずれも現在の常用紙を含める案も検討されている。一方、この合併協議の中では、京都市への編入についても議論されている。特に、生活圏が同一となる地域もある東宇治町内の住民には、京都市への編入という意見が依然として強く、府の世論調査では、積極的及び消極的な意見を含めると、町民全体の88%にも及んだが、 町議会は、宇治町を中心とする合併に向けての決議をいち早く言った。なお、同時期には町関係者と京都市や府関係者などとの協議も行われている。結局、財政面など自治体運営の合理化に寄与することや、特産品である宇治茶の振興を一体的に図れることなどが決め手となり、1951年、昭和26年3月1日、 各町村が合併し、宇治市となった。なお、京都市への編入に関する議論は、市政志向後も常に、議会での討議がなされるなどくすぶり続けたが、編入を掲げた市長に対し不信任案が提出され、その後の選挙で、編入反対派の革新系候補が勝利することにより、議論は収束した。平成の大合併においては、宇治市と常用し、宇治田原町、 井手町の枠組みでの議論がなされた。2002年、平成14年に設置された合併協議会では、上記の4市長及び、八幡市、京田辺市、久美山という枠組みで協議が行われたが、後に上記4市長での枠組みとなった。しかし交渉がまとまらなかったため2007年、平成19年11月、合併協議会は解散した。 第二次世界大戦後の生まれで、完全普通選挙時代の到来以降に成立した市である。従って、宇治市長選挙は第1回から公選であった。感染時代は存在しない。市長の台数、歴代の数え方は何種類もあるが、本説では A、B を添える形で書き分けながら解説する。表示欄では、第、第という名で2種類を記載した。 A は就任のあるたびにカウントする方式に基づく、代数、就任代であり、B は同一人物による連続就任をカウントしない方式に基づく代数で、ある。宇治市は、A の方式をとっているが、他の例、八王子市、広崎市、浜松市、B の方式をとる自治体も多く、例、京都市、大垣市、A と B の違いを認識しないまま単純に比較すると、 誤解が生まれる。なお、帰り先があろうとも同一人物を1カウントとする。方式もあるが、現状、宇治市は該当しない。医療施設は特筆性の高いもののみを記載する。宇治市が属する広域医療圏は、二次医療圏としては、山城北医療圏、管轄区域、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久美山町、井手町、宇治田原町、三次医療圏としては、 京都府医療圏、管轄区域は、京都府全域である。山城北医療圏の小児救急医療体制として、宇治市域の対象者には、宇治特集会病院、宇治市牧島町石橋145、田辺中央病院、京田辺市田辺中央6丁目1の6、男山病院、八幡市男山線19が対応する。宇治茶の産地であることから、 公立の小中学校ではそれにちなんだ地域教育が実施されている。その一環として、校内の蛇口から茶が出る茶飲み場が設けられており、食育に活用されている。市役所への最寄り駅でもある JR 奈良線宇治駅が代表駅とされるが、利用者数では近鉄京都線大久保駅が一番多い。観光のメッカである宇治里へは JR 奈良線宇治駅ほか、 京都市中心部、大阪市中心部からは、京阪本線中初島駅で、宇治線乗り換え、宇治駅利用が安くで便利である。新幹線京都駅からは、JR 奈良線乗り換え、宇治駅下車が便利である。大阪府南部、奈良県からは、京都線大久保駅から、新田駅で、JR 奈良線または、京都京阪バス乗り換えという選択肢もメジャーである。このか。 向島団地に近い地域では、近鉄バスも利用可能で、向島駅や武田駅へ向かうことができる。自家用車の普及で削減された路線もある。過去には、東京新宿業の夜行、関西空港業、USJ 業も運行されていた。市の西部を国道24号が南北に通り、また同じく南北に通る道路として、京都府道69号常用内線がある。 また、東西には、刑事バイパスが通過しており、市内には、東から順に、笠取りインターチェンジ、宇治東インターチェンジ、宇治西インターチェンジ、小倉インターチェンジがある。刑事バイパスは、瀬田東ジャンクションで、名神高速道路に、大山崎ジャンクションで、名神高速道路及び京都立艦道と、接続しているほか、 組山 JGT を介して第二京阪道路などと接続している。市内の宇治橋は646年に宇治川に架けられた交通の要衝となる橋で、宇治橋西詰め交差点には京都府道3号7号15号241号248号の五府道が集結しており、サイエンスライターの佐藤健太郎によれば都道府県道路線が集まる交差点としては、 全国最多の場所であると自身の著書の中で述べている。2013年、平成25年の宇治市の観光入り込み客数は394万7844人で、京都府内では京都市に次ぐ第2位であるが、観光消費額は後、267、5 0 0 0円で、府内第5位である。蒸気と重複する部分もあるが便宜のため主要な関連項目を列記。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。